コーネンス SR8 トラクター。これ特徴なんかあるんですか？これはね、うん、これの画期的なのは、うん、画期的なとこあるんだ、うん、これがね、好まれた理由はね、さっきのテラーの高速低速ベルト入れ替えてたんですよ、うん、はいはいはい、でこれはね、どっちがこっちが低速かな、これで低速、うん、あそこベルト2本かかってるから、うんうん、これやれば低速側、うん、あこっちベルトが入れ替わる、うん、そしてこれこっち、まあ、低速でスタートする、間接中断で高速って、はい、おこれが良かった、一緒に動くんだ、低速切れて高速に入るって、高速をやると一緒に切れるんですね、うん、これがまあ止まんなくてもクラッチだから、うん、へえ、これが好まれてね、これ売れたんですか、流行ったんですよ、へえ、要するにこれで昭和30年代でしょうね、40年代ですか、軽トラが復旧しない時代、このタイヤも重りつけてあるんだ、そう、上と、それで、はあ、これみんなトレーラーですよね、この後ろさ、はい、で荷物積んで、はい、今のようにさり早速買えるのが早い、うん、なおかつホイールウエイトが、標準装備で牽引力あるわけですよ、なるほど、うん、好まれたんだ、そう、ホーネンスか、足速かった、速いんだ、うん。